ようございます。真冬です。真冬の、野池、この真冬の野池を攻略する上で、最初にキーになってくるのはまずは池選びですね。で、僕がこの時期に真冬に、確実にバスを釣ろうと思ったら、まず選ぶ野池っていうのはこういう小規模な野池です。で、確実に、キャストで真ん中まで届く、そういうところで、バスを狙っていく。そもそもがバスにルアーが届かないと、話にならないっていうのがあるんで、食い気のないバスをこういかにして釣るか、これはまずはそのバスの目の前までルアーが届くっていうことが大事で、もう一つこの時期に選ばないといけないのはこれですね、ノッキン錠。まずはこのノッキン錠で、巻いてこの野池の中の、一番ホットなスポットを探していくと。で、探し当てたら今度はそこをリフト&フォールのサスケにしたりとか、ちょっとタイプの違う TM にしたりとか、そういった基本バイブレーションの釣り、まずはこのノッキンからそのスポットを探るっていう、もちろんこれもリフトしてもいいんですけど、巻きながら探っていきます。まず野池の一番深いところですよね、これね。一番深いところ、もう引っ張ってみようか。今本当ボトムを巻いてる感じ。まずはこの池の地形把握、どこが深くてどこが浅いのかを、だいたい3メーターちょっとって感じですね。落としてみた感じ、今ボトムにルアーを当てながら、リトリーブしてるっていう感じ。なんだこれ、魚だ魚だ。オッケー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 、来たよ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 。巻きで食った、おっしゃー、貴重な一匹、真冬の貴重な一匹、ノッキンで今なんかにね、コツンと当たった、コツンと当たったところでグッと押さえた。ちめたい、バスがめっちゃちめたい。でもしっかり食ってる、しっかり食ってる、しっかり食ってる。巻きのノッキンですよね。え、今1/8オンス、水深が3メーターぐらいあるんで、1/8オンスでしっかり沈めてボトムを当てながら巻いてくる。出たー。